はい、どうも、妖怪三国志国取り図ず今回もやっていきます。今回はね、ハイスコアチャレンジ後半戦、順番にやっていきましょう。後半戦でできることということで、上級後上級後でね、ドロップして、今回すごいよね、激ムズ2で、ちょっと最初言ってるけど、激ムズ2で超4凸まで落ちるということで、どんぐらい落ちるのかね、ちょっと楽しみではあるんだが、今回復刻極球がね2個に分かれてて、今回はね恵比寿さんやっていきたいと思います。恵比寿さんね、前回やった時の極球の動画があるので、そっちの時のね解説の方が昔の方が弱かったし、まあいい解説いい解説してると思うので、ちょっとねコメント欄に一応リンク貼っとくんで、そっちの方がいいかもしれないね。あとは、なんか右上にピロリロリってたまに出るようにしたりはしたいと思います。前半戦、極級もみんな倒してる人いる、結構いるよね。前半戦は735位でした。750位内、いい感じですね。そしてもし仮に超4凸できるんだったらね、今回、ランキングも1000位内でいいのかなっていう感じだよね。超4個ドロップしたらだけどね、超5凸すれば超6凸いきやすいのかなというところで、はい、ごめんなさい。そしたら極級もうみんな倒したかな。なんか先にごめんなさい、復刻極級いきたいと思います。復刻極級は一応ね、前回以前はね、こんなメンバーで、あれこれでお題クリアになんねえな、ご種族で編成になってねえのか。なんかあれだね、前回とお題が違うんだ、きっと。前回ね、これで倒したんだよな。ちょっとじゃあ変えながらやりましょうか。そうだね、とりあえずまずは気楽に攻略したいかなと思います。今回の恵比寿さんは雷が苦手なんでね、でサボりにならない、混乱にならない、超混乱にならないっていつものやつと特攻と、あと以前ウィスパーが言ってたんだけど、こいつは超混乱と超加護をやってくるんだよね。だから打ち消しが大切だよね。良い取り付く打ち消しを入れましょう。そしてあとね、ヒットポイント回復とお払いでね、超混乱に備えましょうとね、ウィスパーが言ってたので、一応それをね備えてやっていきたいなと思います。まあ以前で雷苦手なんでね、我らが冬にゃんを入れています。でまあ特にこのメンバーで何か雷が苦手なやつばっかりなんだけどね、昔はこれで倒したくにゃんまるも、まあ本当はぶつかりで倒したいけどね、バリア張ってくるから、まあ一応前回はこんな風に倒したらしい。打ち消しは極生ハゲ入れてるね。あとは正直ここはもう歯茎さんとか入れちゃってもいいのかなと思いますけどね、歯茎さんとかで回復もなんかいろいろね今いるので、私ちょっと細かーちゃんで楽チンにやっちゃいますけど、はい、とりあえずこれで様子見させてください。そんで倒した後にね、ヨルグの方がいいかな、倒した後にまたちゃんと A ランク2体でやりたいと思います。お題変えやがったな。でもちょっとオートでやっちゃって、群馬神何にしようかな、回復だっけ、大凶ちゃんでお守りでやってみようかな。進むずらよ、前回どうだったんだ、これカゴとかねいろいろ来るんだよね。バリア来て残り80でね、確か超混乱が来るんだよ。打ち消しアリーノ、ここで超混乱な、極生ハゲが超混乱になるとまずいんだよね。前衛に対して超混乱、ミスしたな。うわ、打ち返された。
こで超混乱がいつも来てたような気がしたけど、どうなんだろう。なんか違うのかな。またバリア張られた。で、打ち消した後になるべく冬にあの必殺技みたいな感じで打ちたいって感じだね。ちょっと細かーちゃんで加護を作ったけど、ここで本当は冬に打ちたいね。そしたら終わりだって感じだけど、大凶ちゃん冬にゃんつけりゃよかったな。これ容疑ゲージ上昇ないん、これでいけんじゃないのかな。冬にゃんが最高って感じ。あ、倒せなかった。ギリギリ加護打たれる前に倒したい。倒した。まあそんなに今だいぶ強くなったからな。これはもう全然適当な倒し方ですね。はい、とりあえず前回みたいなバグみたいなことはなさそうですけどね。はい、とりあえず倒しちゃいました。 A ランク2体でねやればよかったね。そして前回はこれで倒したらしいが、お題がクリアになんないのはなんで。5種族で編成って多分ねなかったと思うんだよね。 A ランク2体 S ランクマシン4体5種族で編成ってしょうがないな。ザ・シャーク使えないならどうなんだろうね。不思議に対してダメージアップあるやつがいいのかな。とするとこんなメンバーだね。王入れちゃおうかな。闇閻魔入れちゃうか、空泣き入れるか、どうでしょう。ギラコマ入れたらずるいまあまあいいんじゃないの。なんでも空泣き入れる。闇閻魔、小生闇閻魔入れちゃうかな。ちょっとずるいね。ずるいけどやっちゃおう。これでギラコマ入れるのも一緒だね。はい、じゃあ行きましょう。A ランクはね天候にしてます。今回ね最高リーイベントで魔王恋をね倒すとゲットでドロップするっていうね天候ちゃん、これ回復要因とじわじわ回復もね何気にいいんだよね。なのでヒットポイント 75% で発動、これに期待。そして司令官、一応前回の動画の私の解説を見るとこいつをね盾にしてんだよね。なのでこいつを盾にしてやっていきましょう。いけるかな。もう行っちゃおう。レッツゴー。なんか間違ってる。本当にこれでやったのって感じなんだけどね。でね、群馬市は花公園使ってる。で、この時孫権だったらしいね。特攻だったから。今回特攻ないからきついのかな。どうなんでしょう。さあ、行きましょう。一応ね、冬にゃんの必殺は、おんぶか、打ち消しのね、花公園の後にね、打ちましょうっていう感じになってますね。そして、80秒で超混乱来るか、なんか変わってんのかな？なんか以前と違うな。80で来るから、これをかわせって書いてあったけど、かわせなかったね、今ね。混乱、司令官が混乱食ってんな。さあ、こっからは冬にゃんよりも、早く、ちょっとまだ打つの早いな。まだ待って冬にゃんがもうちょっと溜まったら打ちましょう。さあ花公園も来たから打っちゃうかな。花公園の後に冬にゃん打てればいいかなって感じ。さあ冬にゃんも溜まってきて、さあこれで冬にゃんでとどめを刺したい。アギト、フニャン、これでどんぐらい食らう？あんま食らわねえな。命中アップもっと入れときゃよかったかな。さあ、天狗がやられちゃいました。もうスピードは普通にやっちゃいましょう。まあ、フユニャン最強ということで。はい、なんか、あまりいいやり方とも思いませんが。この後ね、一応ダメだったら中達で、さらに、打とうっていう感じだったけどね。なんかやっぱ以前より強化されてるんで。あ、6000超えなかった。ダメだね。6000超えないとダメだよね。
うん、まあちょっともっとあのずるいメンバーでシャキシャキっとしっかり倒したいと思いますけど、まあまあまあ打ち消しですね。とにかく打ち消しで倒してみてください。 A ランクもなんかね、私壁役で使っちゃったけど、とりあえず勇ましい豪傑雷だからやっぱ小生不意なんでいいと思うんだけど、あーそっか、光オルチいるから光オルチかでもいいのか。うん、まあそんな感じで結構前衛が多いんだよね、勇ましい豪傑の雷ってね、こんなたくさんいるのにね。はい、というわけで歌舞伎ロイドもいいよな。うん、歌舞伎ロイドもいい感じだね。なんでまあね、A ランクのやつはもうちょっと工夫しつつ、うん、なんか壁になるやつで私はいいかなと当時思って、今もそんな感じでしたね。なのでなんかいい壁役を選んで、なんか A ランクの相当がおかしいな、これでいいのか。うん、まあできたら雷の方がいいのかもしれないけどね。うん、まあ司令官が私に壁役としていつも好きなのでたまに使ったりしてます。打ち消しがね、あとは打ち消し妖怪ね、とにかく今歯茎さんいるんで、もうこの辺もう全然歯茎さんね、ここにポイッと使ったりして、 A ランクはねもう別のやつでもいいのかなと思いますんで、今回エビスはそんな問題ないのかなと思いますね。そんなに癖もすごくないので、はい、ちょっとという割にはね5000超えなかったので、容器のねちゃんと6000クリアできるようにちょっと今後やりたい。とりあえずねお題はちゃんと5種族で編成して、お題はクリアはしたんですけど、はい、まあこんな感じで適当適当じゃないんですけど、まあ大体やっていけばいけんじゃないかということで、はい、今回はワンカットでお送りさせていただきました。一発、まあ金じゃないから成功じゃないかもしれないけど、まあお題はねクリアしたという感じで攻略しました。はい、じゃあ次はね牛馬極級やっていきたいと思います。極級とどうなんでしょう、激ムズ両方皆さんもう倒しましたかね。倒しましたらコツなどもうじゃんじゃん教えてください。晴れだね。はい、じゃあ今回復刻極級やってみました。超二凸までね、エビスさん落ちますし、エビスさんはとてもいい妖怪ですね。だからいい妖怪の割にはねあんまりね今まで使うことがなかったんですが、はい、みんな大好きバフですね、力揚力アップ回復なんで、うん、まあとてもバリアがね自分だけっていうのがちょっとあれだけど、でもね私エビスさん好きなんで、あと超6凸までね鍛えてて、はい、ぜひね持ってない人はゲットしてみてください。またね復刻武器は多分次のねハイスコアチャレンジでもまたエビスさんとジロージンだと思うので、あの2回大体いつもあるんで、まあ、2回あると思ってね今回とあともう1回多分あると思うので、今までの傾向だとあるので、まあそう2回あると思ってね進めるのもいいかなと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。